皆さんこんにちは、みのりんです。はい、今回も大人気企画言えない。はい、今回も大人気企画のクッキングママで本当に料理ができるのか第4弾でたこ焼きを作っていきたいと思います。イエイ。だんだん私の家には調理器具が揃っていっています。今回はたこ焼きっていうことで早速作っていきましょう。はい、ではまずいつものようにまず作る前にゲームをプレイしていきたいと思います。ゲームをプレイしなくちゃね、作る過程がわかんないので、いきます。スタート。なんか背景が変わっています。はい、ではこれですね、これたこ焼きです。では作りましょう。上手に作れるかな。まずはこれをスライスしよう。そっか、タコ切ります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9回切りました。びっくり。まあまあまあ普通ですね。ママより上手かも。で、次はこの卵、もういつもやっているので大得意のはずです。いきますよ。ポンってやってパカッ。はい、一つ目。あ、やっとった。強くやりすぎるとこうなっちゃうので真似をしないでください。はい、一つ目、3つ目、トントン。はい、4つ目、そして最後、 OK です。まあ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 、全然全然、ここはいつもと同じですね。ママより上手かも。次はミキサーですね。はい、種を作るのかな。卵3つ。はいはい、うん、これね、遅くなってから入れるんですよね。はい、今です。薄力粉。はいはい、遅くなってから。はい、今これも薄力粉なんですかね。お、これは紅生姜かな。遅くなって今。あ、やっぱ紅生姜だ。これは何だろう。あ、タイミングが合わなかった。はい、だし汁。ほうほうほう。はい、今。まあそうですね、だし汁入れて美味しそうな種になりそうです。びっくり。ママより上手かも。種を流し込もう。これはこうやって、あ、なるほどなるほど、いい感じのぐらいになったら離すんですね。これは9個作れるたこ焼き器ですね。そもそも9個ってあんまり売ってないようなイメージです。というか、いつの間にかネギが入ってますね。いつからネギ入れたんだ。私もどこかのタイミングでネギ入れなきゃですね。焦がさないように注意してね。あー、はいはい、ひっくり返すんですよね。でも普通たこ焼きを作るときって、お、これいいかな、この黒い鉄板の部分までいっぱいにしますよね普通。これで丸くできるのかしら。早く早く回さないと焦げちゃう焦げちゃう。モグラ叩きみたい。あれ楽しない。よし、よし、いい感じに全部きれいにできました。最後はこれ。はいはい、ではやりましょう。お、投げてる。これはさすがにできないかな。ていうか、いつの間に9個以上たこ焼き作ったんですか。めっちゃ作ってる。え、もっと作ってる。すごい。これで最後かな。お、いい感じです。びっくり。できたできた。おー、めっちゃ美味しそう。星3つでいただきました。星3つ、やった。はい、というわけでたこ焼きの作り方を勉強したので、これから材料を買っていきたいと思います。はい、ではまずはタコを買ってきました。
上手かも。青ネギ入れちゃいます。美味しそうにはできたんですけど、すごい大惨事になっちゃったので、本当のゲームであれば星1つとかになってると思います。はい、今度はこちらを購入してきました。たこ焼き器です。せっかくなので揚げ玉も入れていきます。ほら、まん丸にできた。いい感じの丸のたこ焼きになってきました。はい、じゃあできたので早速食べていきたいと思います。だし汁を結構入れたんですけど、すごい美味しくできました。今度これを作ってほしいとかリクエストがあれば、ぜひぜひコメントください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、ツイッターとインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。